あいつとんでもねえ動きしてるぞ。どうも、エルザです。それではダークソウル3やっていきたいと思います。さて、今回はマップ攻略だね。毒の沼が、再びって感じもするけど、また大変だなと思ってね。で、まっすぐ行かないでこっち来たのもちょっとなーって今後悔してる。で、君だよ。ほんとね、硬いもんなー。あいつとんでもねえ動きしてるぞ。そこは普通に出てくるのね。これどうしよう。あの感じだと多分ここに来たら、あれ来ない。あ、しくったー。まあ、儲けもんということにしとこっか。で、あ、いたいた、こいつが大量にいるんで、地味にやっていきます。よし、オッケー。地味に毒が痛いけど、我慢して、お前まだいんのか。じゃあ。あれ？ああ。ちょっと違うのか、種類が。痛い。それ当たるのがな。痛い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 。無理無理無理。あー、蹴りも間に合ってないし、毒で死ぬ。ダメだねー。あー、無理だなー。あー、抜けれないか。そのさ、かたくなに、かたくなに通れんな。いやー、マジか。何とも言えんなー、状況的にねー。そうだねそうだね。ちょっとまっすぐ行こうか。左一回置いとこう。あ、正面も正面ね。ちょっとめんどくさいね。だよね。さっきの回復。だよね。
はい、三つ目さんいらっしゃい。お、すり抜けた。そんなスリムなの？もうね、たまにね、弓をいらないっていうか、チャージしないときが一番つらい。ちょっと待った。あー、もうまた装備。ちょっと松ヤニとか外すか。なんか横からも来てたような気がするな、今。あれ？それ以上は来れない？もしかして。ああ、そのもしかしてそうと分かれば。掘りをしちゃってで、君だよ君。で、折れたソウル。あー、仕掛けが起こらない。あー、もしかしたらぐるっと回ってきてそこ来るのかな。わかんないけどね。さあ、広いところへ。あー、回復いるね。いい感じにバクスタが取れない。まあまあまあ、銀騎士さんでね、練習したからね。はい。地味にね、ちまちま回復してるから、その分って感じかな。いや、化け物になった時はきついなぁ。ちょっと、おとなしくね。はい、回復がなければね。はい、無理。ごめんなさい、調子乗りました。ごめんなさい。いやー、パリー俺には早いか、パリーは。ほい、よし、あたまり。あー、強化できるね。いやー、でもあっち攻略したいっちゃしたいなー。ん？あー、なんかかっこいい剣ある。いいなー。飾り物かなー。あー、なるほどね。これで降りてつながると。あー、あっち行かないといけないってなったらちょっときついなー。これは。お、違う。あれ、意外と。いや、いなさすぎじゃない？あー、なんかちょっと変わったやついる。
おーおーおおお。来い来い来い。鉄かぶと。あー、武装してんだ。ちょっと待った、見えた見えた、いるいる。まーた、もう危ないことして。どうしようかな、2体相手はちょっとめんどくさいよね。さあ来い。できればこっちに、こっちに。意外と弾くよね。ダメ、足りんかったか。塊いいね、大量の塊。あー、お久しぶりその仕掛け。マジでその仕掛け、お久しぶりだ。うおー、マジで。あ、しかもドラゴンいる。いやー、ちょっと舐めすぎたなー。いや、今回やられてばっかしだね。全く進んどりません。マジで、まあ、最初からこっち行ってたらまだ可能性はあったけど。こっち、早く。早く来るんだ。まあやっぱ堅くなにいけないんだね。やばい、うわあ。あー、旬だ、ダメだ。こーい。よし。塊くれると嬉しいね。で、あったんだ。マジか、あったのか。全然気づかんかったわ。ああ、じゃあ。念には念で回復しとこう。でも、意外だね。すぐ回復があるのは。上がり火か。さすがに2、3発か。削れるようにはなってるけどね。ノーマルボルト。
全然仕掛けてこないじゃん。賢くなってるじゃん。マジか。あー、よく見たら手が見えるね。落ちろ落ちろ。で、うーわーはあ、ちょっと待って。投げてくんの、しかも。おーおー、普通に、普通に来るじゃん、普通に。え、何？そんな、匂うみたいなことするの？匂う2でもあの投げ強かったよね。えへー。まあでも後ろが取りやすいな、昔に比べると。あ、大かけらなんだ。もっといいのくれてもいいと思うんだけどな。あ、釣られて取りに行くとドーンって上からやられるわけね。お、光る。いいっすね。それだけか。よーし、行こう行こう。そうだな、なんか投げられてんだよな。なんだ、下か上か。お、すごい、もうかがり火だ。なんで？早くね？あ、でもそんだけ難しいってことか。どうせさ、こうやって切ってたらいきなり本物出てくるとか、そんな感じでしょ？そしたら、こっちの下？あそこはいけるのかな？あ、普通に切るね。マジか。あ、なるほどね。エストが一定時間飲めないのか。あー、これは厄介。あれはどっからどっからそれやられてんだ。フワン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 してるけど。よし、塊。このロスリック騎士の剣はもう一本欲しいんだけどな。使い勝手がほんと好きなんだよね。よし、
そしたら一旦ここで、やめちゃいましょうか。もう今回はボッコボコにされたからね。はい。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。まあ、とりあえず、防御力だね。装備変えてちょっとマシになったかなって感じかな。カット率30とか言ってるもんね。まあまあ、こんな感じでやっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。